バチ。雨に煙り始めています。3月1日中山競馬場です。随分風もひんやりしてきました。さあ向こう正面へ。1800m の道のり、芝はやや重でとどまっています。先頭タイプパーシバル、後続に少し差があって、というかロゴタイプは追いかけません。ヌーボレクルト少し抑えにかかっているか岩田康成。外の方から10番の1番人イスラボニータ、やはり去年の皐月賞馬ここにいます。海老名正義との手綱です。そしてマイネルフロスト松岡、この辺り固まって3番の高野グランパ、外から体半分差11番のステファノス、下る激衆。そして後続ですが2番のゼンドルジェロが続きまして、体半分差中山マイナイト、おととしのこのレースを勝っています。後ろから2頭目白い帽子ひらぼっていく、最後方1頭少しだけ離れて9番のトラストワンという形です。さあ残り800通過が62秒8という時計になっています。八重馬発表雨の中、先頭がタイプパーシバル、まだ後続に差をつけて、そしてロゴタイプクリスチャンデムールはむしろ1頭生かしている感じに見えますが、イスラボニータピンクの帽子、海老名正義3番手ピンタリとロゴタイプを睨みつけている形、新旧の皐月賞馬が火花を散らしています。34コーナー中間、そして最後ってヌーボレクルト、去年のオークス馬もさあほぼ相手にこう1点戦っています。自らも小牧になって最初のレース、さあごった返している、直線もいった遠藤の小牧優勝の中山記念、先頭はここでロゴタイプだ、ロゴタイプ先頭だ、追って追ってイスラボニータ、真ん中マイネルフロスト、最内ちヌーボレクルト、こう1点が差し込んでくる、さあこれは当たらない、先頭ロゴタイプ、ロゴタイプ狙っている、ヌーボレクルト最内ちを滑ってくる、前向き飛んでった、どっちだヌーボレクルト、こう1点小牧だって初めてのレース堂々の勝利です。いやーお見事。